ありゃ先客だ。その切り株に剣を刺したのは君？いや、私たちも前にひどい目にあったんだよね。ちょっと飛空艇を落としただけで魔物に囲まれちゃうし、不審者ってそれを食べちゃうくらいでっかいプレートに追われることになるし、全部パパリモのせいなんだけどさ。違うクポ、この人じゃないクポ。クポロコップ、この人知ってるの？この前チョコボキャリッジでご一緒したクポ、覚え？どう？やっぱおかしい？さっきと同じ。この場所のエーテルはかなり乱れている。しかもごく最近に。クポロコップの言うように君がやったんじゃないとしたら、誰がこんなことを。国営の森は5年前の第7連載からこっち、こういうことに敏感なんだよね。だからエーテルが乱されると、ほらね、こういうことになっちゃう。しかないか。